1やー中村武也さんの大先輩の息子さんです。ちなみに足のサイズって何号ですか？32。パンパン履いてる。そうですね、これは入るみんなね。こんな感じになると思ってません。はい、今日は多摩川グラウンドですね。はい、世田谷にシニアさんに来させてもらってるんですけど、すごい人。これ何年生と。まさかやな、これ。めっちゃ大歓迎です。めっちゃ多いな。皆さん、はじめまして。野球 YouTuber のジノルマンと言います。皆さん、見てくれてますか？はい。どうですか？何か多分、知らない方いるかもしれないんですけど、いろんなチームこう結構見させてもらったんですよ。世田谷にシニアさん来て思ったのが、めちゃくちゃ楽しそうに野球やってるなとすごい感じました。もうなんせこう楽しく野球ができなかったんですよ。もう大変やったんですよ。今ね、すごい楽しそうに野球やってるんで、ぜひこれからも、はい、頑張ってやってほしいなと思います。やる時間で今日朝9時からやって、1時じゃ終わり。みんな気づくと思うけど、短パン履いてるでしょ。いや、そうですね。スライディングしない時はもう短パンでいいですよ。短パン T シャツ、はい、そらこれは入るみんなね、入る。世田谷にシニアで、はい、中村くん、中村くん、次ピッチャー、次ピッチャー、まだいける、まだいける。中村くんです。はい、中村武也さんの大先輩の息子さんと、はい、いや、もう顔一緒というか、もうすごいですね。今もう一戦でね、確かにバリバリやってるんで、ずっと一戦で、ね、やられてるんで、やってるから、ほんまになんか、そっくりやな、なんかすごい、ね、はい。ちなみにグローブ、これはお父さんの下そうです。神村って書いてますもん、ね、冷静スケーで。これちなみにシューズも、サイズがないんで。あ、ちなみに足のサイズって何号ですか？32。えぐい。初めて聞いてけどさ、うま。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、ナイス。もういいや。みんなスイング切るやもんね。どういう練習するの？練習の時間。でも取った瞬間に戻れば戻れるから。天才なん。なんかあるやんか、こういう。はい。この子にワンポイントアドバイスをしたいと思います。ワンポイントアドバイス、はい。家の使い方はやっぱめっちゃうまいよね。で、阪神使いとは言われる、あまり言われる。阪神使えて、結構たっぷりかい野球とかそういうの言われるんですけど、分からんかな、難しいよな。打つときって、はい、ここ使えないとダメなんですよ。ここを、ちょっと見ておいて、これじゃあ、ここから足がこう、全然機能してないから、インパクトで、ケツに近いのが、インパクトで、上が力抜いておいて、上が力抜いておいて、インパクトは。めっちゃいい機会だ。持っていける。まだまだ伸びしろあるんで。グッチョです。トレーニングしたいと思います。オーケーです。すごい面白いトレーニングで、この使い方ができたら、スタンディングすごいって言ってるからね。はい。どうやったんですか？スタンディングってこの動きが持ってないとなるから、まあ、座りますか。ここでボールをかける。じゃあ、ライディングして閉まってくれるから、状態でこう次に。
ーの、よいしょ、せーの、よいしょ。お、いい。足つかんかったら最高の最初からね。まあ、これがね、できると。バッティングってタイミング大事じゃん。まずタイミング取ろうと思ったら、自分の体をやっぱうまく扱えないと。これね。使ったらやっとるよ。楽しいですね。楽しいですね。すごいおかわり したそうな。そうですね。おかわりしそうな感じだったんで、はい、おかわりします。お願いします。じゃあ通算本塁打は3本。お、まあ、ここですかね。ね。なんか意識してることは？ボールをなるべく両目で見て。ほう。両目で見てるんです。いつだってシンプル。すぐ片目で見ちゃいますよ。だってこれ 900g あるやつだ。これプロ野球選手が使うバット。使うバットをもう中学2年生で。めっちゃ強いんですよ。すげえ。めちゃめちゃ V コングでした、はい、すごいあの中学生らしい、はい、でもったこれこれ普通の中学校式じゃないですか。いや、校式よ。こんな感じで これやばいよ、一番これ一番トップバット。これを増えるのよ、さすがにさ。ありがとうございます。最高。ありがとうございます。はい、ちょっとあの取りに行きます。行きましょう。はい。はい。これは切らない、切らない。じゃあこの草が伐採される頃にまた行きましょう。ありました。ありました。見つけました。ナイスマッチ。ヤマッチナイスです。ヤマッチナイス、ありがとう。ありがとう、ヤマッチ。こんな感じ。そうそう、伸びるやろ。そう、こうやってやる。これをすごい、伸びる、めっちゃ伸びるやろ。で、伸びる打球は下からかじる。あんま伸び、上から。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギアも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。